6月8日の、小テストの2番ですか。何をやりましたっけ。あ、そうそうそう。236459105。まあ、いろんなことありますね。1があるのは非常に嬉しいですね。この1があるのは。だから、この105を使って2と4消せますね。そうすると、23、まあ、計算機的にはこの2を1にしたりしてやるんでしょうけど、まあ、そのままこの2を使って4と1を消してもいいんですけど、まあ、どちらでもいいですね。人間らしく105を使いますか。2010ですか。そうすると0で3でマイナス4ですか。それで、間違えた。0で3でマイナス4ですね。で、459から、4020を。そうすると、5のマイナス11ですか。で、そうすると次は、一列の4次展開を使うと、これはプラスマイナスプラスですから、プラス1で、3マイナス4、5マイナス11ですから、マイナス33足す20で、マイナス13ですか。それで、2番目は、もちろんだから、この、くどいけど、この2を使って、下の4とか1を消してもいいんですよ。まあ、大体、アルゴリズム的には、上から、0ないのを見つけて、一番上に持ってって、下を消すっていうわけですから。まあ、でもまあ、いいですね。まあ、いろんなやり方あっていいんです。数学ではいいんですけど、112で、352と、491ですか。そうすると、112を使って、この3と4消すの楽ですね。336。そうすると、0で2でマイナス4。それで、491から、448ですか。なんか凄まじいな。0で5でマイナス7。そうすると、もうここで、1列の4次展開すると、1かける、プラスマイナスプラス、これプラスですから、2マイナス4で5でマイナス7で、マイナス14足す20で3ですか。6だ。危なかった。というわけで、これはいいですね。